MC 兼実況の山下克弘です。頑張ります。 MC 兼コスプレイヤーのミストです。コスプレイヤーの七瀬新です。コスプレイヤーのユンチムです。よろしくお願いします。コスプレイヤーのみなこです。お願いします。さあ始まりました、パロット TV。 この番組はパロット e スポーツがお送りいたします番組で、各分野で活躍するパロットメンバーにお越しいただいてのトーク番組となっております。本日司会進行を務めますミストと申します。よろしくお願いいたします。今回の出演者の皆さんを紹介いたしましょう。実況者の山下克弘さん、コスプレイヤーの七瀬新さん、ユンチムさん、みなこさんです。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはパロット e スポーツの紹介をいたします。パロット e スポーツとは、 MC、実況者、コスプレイヤーなど様々なメンバーによって構成されている団体です。そしてパロットとはオウムの意味で、 e スポーツ業界を騒がしく楽しく盛り上げていこうという意味合いが込められております。ということで、今日はおしゃべり上手な皆さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、おしゃべり上手な山下克弘さん。おしゃべり上手ってすごいですね。はい、なかなか普段言わないですけど、ね、おしゃべり上手ってあの昭和なんで、語録ね。いやいや、変なことないですよ。語録が昭和なんで。いやでもね、みそさんもしゃべる仕事してるんでね、ラジオしてるじゃないですか。ありがとうございます、はい、いつもラジオパーソナリティなどさせていただいております。ありがとうございます、はい。山下さんは普段の活動はいつも実況とかね、 MC をされてるんですけど。そうですね、人前で喋るっていう、まあ、人前出るの大好き人間。あ、一緒です、はい、一緒はい。今回ゲストの位置なんですけど、はい、いかがですか。いや、僕だから初めてなんですよ。いつもゲストをほら呼び込む立場なんですけど、そうですね、ゲストとして初めてなんで。ゲストです。すげえ嬉しい。ゲストです。ゲストです。あ、これゲストか。ゲストです。これゲストなんですね。今日はゲストでございますよ。めっちゃ嬉しいですね。はい、はい、そんなゲストなんですけど、今日はさらにたくさんのゲストさんにいらしていただいております。いいですよ、本当に。もうね、素敵なコスプレイヤーさんたちにいらしてもらってますので、はい、紹介させていただきます。はい、まず、七瀬新さん。イエーイ、七瀬さん。七瀬新さん。ひらがな。全部ひらがな。七瀬新さん。なんて呼んだらいいですか、はい、あるんすか、なんか。全然七瀬でも、あらちゃんでもどっちも。あ、そうですか。あらちゃん、かわいい。あらちゃんですね。え、あらちゃん、あらちゃん、あらちゃん、あらたちゃん、あらたあらたあらたって呼ぶと、あらたん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 、かわいい。あらたん、かわいい、かわいい、かわいい、あらたん、かわいい、あらたん、あらたん、あらたんみたいな。いいじゃないですか、いいじゃないですか。あらたん、あらたんは普段の活動はどんなことをされてるんですか。はい、普段はコスプレイヤーとして活動するのと、あとグラビアの撮影会とかも。やだ、ほら素敵、ほらすごい、ちょっと嬉しくなっちゃったでしょ。やばいっすね。あとはラインライブとか、はい、あもうアイドルじゃない。やばいっすね。いやいやいや、全然まだいいな。いや、いいですね。視聴者の皆さんにもグラビアの画像がちゃんと届いてる。編集で届いてる。大丈夫かな。後でもらいます。最高ですね。もう、はい、私のとこにも高画質で送っていただいて、いいと思います。そんなアラタンと、はい、今回は次にユンチムさん、はい、紹介させていただきます。ユンチムさん、ユンチムさん、気持ち悪い。気持ち悪い。いや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 、そうなんです、仲良しなんですか。そうなんです、実はユンチムとは、はい、まあ、まだ数回しか会ったことないんですが、そうだよ、ね、なんか本当になんかなぜか意気投合して。そうなんです、そうなんです、まだ会ってからもなんか1年とか2年とか、口がうるさいもん同士だから。うるさい同士で仲良くなっちゃって。いいじゃない、気が合うってことで。いや、もう本当にありがたいです、いい出会いだよね、はい、ね、さん付けはやめて。ユンチムさんって呼ばないでって言われました。え、ユンタって呼んで。ユンタ、チムなくすんチムどこ行ったの。チムなくすん。まあ、ユンチムは普段は私の中でもユンチムのイメージ芸能人なんだけど。いや、もう確かにそう、テレビとかね結構出てるんですよ。えげつなくないですか、フォロワー数とか。あ、えげつない、えげつない。見てくださった。あ、もちろんでございますよ、本当に。えげつない、いっぱい、もうあのこっそり写真とか見てる。エッチな写真見てるんでしょ。思春期にはたまらんのね、あれは。思春期じゃないよ。思春期にはたまらんですよ、マジで。まだまだ思春期。そうですね、本当によ。さあ、続きましてご紹介させていただきます、はい、みなこさん、
はい、みなこさん、よろしくお願いします。あー、みな、あれなんですね、漢字みなこ。あ、漢字ですね。はい、可愛らしいですね、みなこって。みなこちゃんってね、はい、もう本当に、なんでしょう、見た目も可愛らしいんですけど、いや、とんでもないです。さっきから打ち合わせの時から喋って、結構サバ状だよね。あ、結構、サバ系状。うるさいことでは有名ですね。あ、うるさいことでは、界隈で。界隈では有名。うるさいですね。みなこさんはどんな活動をいつもされてるんですか？そうですね、おそらくこの中では一番アニメ、ゲーム、漫画のコスプレをやってるのではないでしょうか。あ、好きなんですか？そうですね、もともとゲームから入りました、私は。もう本当にコアですね。今でもそうですよね、若い人たちはゲームガンガンね、我々はピコピコでしたからね。我々はピコピコでしたから。いや、違う。あ、違う。ごめんなさい、ごめんなさい。か、そっから。そうですね。じゃあ結構本当に歴史が古い。長いですね、オタク歴。結構歴史としては長いってことですもんね、じゃあ。何年でしょうね。数えたらやばいんじゃないですか。英才教育されてきたってことですよね、要するに。いや、独学ですね。独学独学のオタクです。初めて聞いた独学ってあるんだね。え、ユンチムは私、4年前ぐらいかな。あ、え？ 4、5年ぐらい。あ、そんなもんですね。レイヤー歴はそんなまだ長くなくって。なるほど。で、もう何アーカイブとか、なんかそういうコスプレサイトってもう何も知らんくって、あ、コスプレ、もう何も知らん状態で、とりあえずその時銀玉が流行ってて、銀玉がすごい皆さん大好きな銀玉。そうで、はい、リアルの友達とちょっと京都のイベントの方に携帯のカメラ持って、あー、もう本当にパッと出して、かわいいね、なんかノリで行こうぜ、なんかかわいいね。まだこう駆け出し感が。だからそこで声、あの銀さんの人に声かけてもらって、この女の子の人で、そこからいろいろ教えてもらって、それがなかったら多分困ったんじゃない。今もういない、ここには。下手するといないかもしれない。声かけられてやるパターンっていうのが結構あるんですね。顔が可愛いからさ、ね、もうところどころに嫌味入る。いや、だって褒めてるじゃないですか、完全に今。なるほどね。え、ちなみにアラタンは、アラタン、アラタンは、私もみなこさんと似た感じで、もう子供の頃からアニメゲームが好き で早めの目覚めだね。好きなキャラになりたいなと思って始めたのがきっかけですね。ちなみに私のコスプレ歴ももう18年ぐらいになってしまうので、あまり語ると年齢がバレるので、これだけ紹介しておきます。18年。18年でございます。やばいな。デイビテランじゃないですか。先輩。先輩。素晴らしい。頭が上がらへん。今日ずっとこの状態でいきますか。いや、もう恐ろしい、恐ろしい年数を重ねてまいりましたけどね。今回ですね、はい、タロットに PUBG モバイル部門を立ち上げました。ありがとうございます。しかもスター発掘企画ということで、はい、メンバーは一般から募集してオーディションを開催しております、はい、というかオーディションも終わってます。終わりました。はい、終わってます。記念すべき第1回のパロット TV は特別企画として、そのオーディションの模様をお送りしてまいります。そして今回その審査員として山下さんも参加されているとのことで、はい、そうなんです、参加しちゃいました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。まあなんかね、うちね、こうやってきらびやかな人たちがかなりいる中で、はい、こっちもこっちもこっちも、いや、きらびやもちろんもちろんきらびやかな、ね、方がいるですけども、e スポーツチームなのにですね、ゲームプレイヤーがですねいないってことに代表気づきまして、後でいなくねってなったみたいで、はい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 、これあかんとなりまして、プレイヤー入れようやって。そう、いないですね。そう、うちなんか外側が多かったんですよ、いないです。彩る側たちが、はい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 、多かったんですけど、じゃあ内側でな、ゲームを盛り上げてくれる人、支えとなる方々ですね。そう、もうほんとそういう人を入れようということになって、そしたらもう外も中もパワーアップして最高ですね、できるじゃないかということになりましたので、はい、今回は募集をさせていただきまして、はい、今日はちょっとお越しできてないんですけども、はい、1名が大阪にですね、 e スポーツ特化ホテルの e ゾーンというのができまして、そこの支配人の方に審査員に入ってえ、なんでe スポーツだからですよ。ちょっとすごすぎないですか。 e スポーツだからですよ、入ってくださいって言ったらいいですよって言われました。いいですか。はい、すごいですね。全国にありますでしょ、だってホテルはですね、まあ、いろんなところがあるんですけど、まあ、大阪にのみ e スポーツ特化ホテルっていうのがまずできて、そうですね、すごいですね。はい、そこの支配人さんが
今回携わってくれるということで、お一人とも。で、もう一人審査委員長がおりました。あれ、その方が委員長じゃない。委員長もう一人まだいらっしゃる。委員長がですね、あの PUBG モバイルの世界大会とかにも、はい、かつて出たことがある、ミシェルさんというストリーマーさんがおりまして、その方が審査委員長に今回。マジでガチです。あのだから僕はあの平なんで一番。え、パロットオーディションなのに。パロットオーディションなのに僕平なんで。それでは気になるオーディションの模様を見てみましょう。はい、平田一馬支配人と、はい、ミシェルさんに今回のオーディションに関してのコメントをいただいておりますので、合わせてご覧くださいませ。それでは VTR どうぞ。皆様はじめまして、依存電脳空間支配人の平田と申します。この度パロットさんの PUBG モバイル部門、オーディションの審査員を務めさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回パロット、e スポーツの方ですね、審査委員長を務めますストリーマー兼プロデューサー兼何でもやっていった方がいいかもしれませんが、ミシェルと申します。あのこの度はあの審査委員長にしていただきまして本当にありがとうございます。まず、まあ、審査基準の一つとしては喋れること前提一つといったところと、やはりこの企画はですね、パロト e スポーツさんの中で行われていることなので、まあ私も代表のね、方と何度もお話しさせていただきましたけれども、やはり雰囲気がどうしても合う合わないっていうのもありますので、まあ必ずしもね、こう、審査の中で落ちた人がダメかっていうことでなくて、やはり雰囲気っていったところとかが合ってる合ってないっていったところが一つありますので、まあそういったところも今回は審査のポイントとしてですね、入れさせていただいております。審査委員長のミシェルでした。ありがとうございます。そう、そうなんですよ。あの、先行するときに、なんか、PUBG 関連の僕動画を上げてなくて、全然。はいはいはい、はい、で、あ。唯一あるのって実況しているアーカイブだけで、いや、これ撮んねえんじゃねえかな、みたいな。そう、なんか、まあ、なんかストリーマーって言ったらどっちかって言ったら実況であるとか、はい、そういう、うん、実況というか動画を作って出してるとか、うん、っていう人の方がまあメインになってしまうけど、うん、まあ、僕の目指す先ってやっぱゲームキャスターになりたいっていうのがあったんで、はい、まあ、ちょっとこれでも応募してみようかなってちょっと思って、はい、最近その活動もすごい、はい、まあ、ここ始めてまだ2ヶ月ぐらいなんですけど、うん、結構ありがたいことに、まあそういうふうにお声をいただく機会があったりとかして、うん、それでまああの、実況させていただく。まあ1ヶ月に、まあその、今定期的に1週間に1回必ずスクリームやってるので、まあその実況と、はい、あと、あの、たまに、ちょっとお願いします、賞金ルームの、とかっていうお話もちょいちょいいただくので、はいはいはい、まあありがたいという感じ。そうですね、時間帯としては、今あの、自分あの、結婚していて、ちょっと息子が生まれたばかりで、一ヶ月ぐらいなんですよ。なので、ちょっとあんまり、その、しっかりと時間を取れてないんですけど、やるとすれば、息子が寝てからなんで、まあ夜の10時ぐらいから、まあやっていますかね。配信とかもその時間からちょっとやってる感じです。で、一応なんかその、やっぱゲームキャスターになりたいというのがあって、まあ配信いろいろ、ミルダムとか、ミラティブとかで、PUBG だけではなくて、まあ他のパソコンゲームとかのこう配信とかもちょっとしつつ、まあちょっと手探りで今やってるっていう感じです。違う。いや、俺待って、俺ソロスク来てるじゃん、これ。俺ソロスク来てますわ、ごめんなさい。そうですね、一応まあ、その夢とも話して、まあ一応、僕の夢としてはやっぱりゲームキャスターになるっていう夢があるっていう話はしてて、まあそのための活動とかは全然やればいいんじゃないって言ってくれて、パソコンもなんかそのために必要だって話をしたら、使えばいいんじゃないの、夢のためにいるならって言ってくれるんで、まあ理解はすごいある。ことによって、ああ、屋上。屋上左側。ミッシェルさんの、あの、ツイッター、からですね。で、なんか、たまたまその時、僕、その実況、あの、ちょうどその時、PAC、PMB、PUBG の PC 版の実況者募集があったんですけど、早めに応募して、落ちた時だったんですよ、ちょうどそれが。はい、落ちてて、うわ、マジかって、心が凹んでる時に、たまたまそのツイート見て、いや、もう何でもいい、本当にもう、なんか、表に出たいと思って、少しでも、なんか、笑いでもすがる思いで、通るかどうかわからないけど、っていうので、たまたま見に入って、うわ、マジか、これ。ちょっと応募するだけしてみようかな、みたいな感じで応募させていただきました。じゃあ、そろそろ、ちょっと、死にに行きます。もう、索敵ばっかりで多分つまんないと思うんで。ダメです。ダメです。
や、僕が見てる立場だったらつまんないと思いますよ。ずーっとただひたすらうろ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 してるだけって。よいしょ。4スパあったら教えてください。あと M4 が欲しいですね。さっきのどこからですかね。ミルキンスさんでしたっけ？は結構パブジーやられてるんですか？あ、そうなんですね。ぜひ一緒に強くなれたらいいですね。ダメ？ダメ？どういうことですか？では、こういうふうに看板に乗りたいですね、ここ。こうやって堂々と、今、花丸凛さんの看板見えるんですけど、ここに僕、クーダさんの名前載せたいですね。なんかのきっかけで。わらわら。シーズン1からなので、本当に当初ですね。2年ぐらい前ですかね。だから、おそらく、それぐらいですね。はい。こうやって撃っちゃえばね、車両爆破に巻き込まれないんで、もう完全に。COD とかは一応って感じですね。COD、あとは、シャドーバース、人狼ジャッジメントとかそこら辺ですかね。はい。頭抜かれるやつです。ああ、ほら、撃たれてる。え？あっちもいいの ?24 か？おー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 。両サイドから挟まれてる。ルー。さあさあさあ、どうする？ 24 も怖いっすね、今。2ヘルなんで。これ24にやられたらね。あ、ここだわ、ここ。ここにいるんか。ここですね。ホスピタル開いたんで。きっかけはもともと FPS が好きで。で、Wii の方でもともとなんか007のなんか打ち合いの FPS をしてたんですけど、それがもう Wii も廃止されて、で、新しいゲーム機買うのも億劫だなと思って、モバイルで PUBG 見つけたんで。でも元はその、あれですね、釈迦さんとかそういうデトネーターの PUBG のPC の方ですね。そっちの配信を見てて、そしたら、モバイルに来るっていうことだったんで、それを始めたっていう形になります。使いたいな。今サンヘル探してますから、絶賛。ないそういうね。はい。6スコがある、でも。いや、もうスクリームに出た時が一番初めて楽しくて、もう今までこう、野良でばっかりやってたんですけど、こう、スクリームに出て、やっぱこう、チームとで連携取れるようになって、もう初めてドン勝した時があったんですけど、もうそこはもう、めっちゃ嬉しかったです、ね。そこに関しても、イェーイってもう一人でやってました。まずは応募しようと思って悩んでたときに、ツイッターでツイートして、パロットさんからぜひ応募してみてくださいっていうリプをいただいたので、背中を押されてちょっと応募してみました。そうですね、はい。モバイルとか、PC でちょっとゲームやってるとか、プロチームとかそういうのがあるのをしてたんで、ぜひやってみたいなっていう。荒野行動はちょっとやってて、その時に、その後に PUBG モバイルがリリースされたんですけど、荒野コードよりリアルなことをしてみたいと思って PUBG を始めました。ダブバリですかね。あ、でも前は一撃で頭当てれば確実に落ちるんで、接近しないといけないんですけど、一撃っていうところが好きでやってますね。持っていたら家の方が強いですからね。スクワットはそのシーズン3からずっとエースで、シーズンごと10はデュオで征服者取ってます。でも僕結構帰国子女なんですけど、
海外の方とかとも遊ぶことがあったので、北米サーバーメインなので、まあ周りの方からは、まあこう、北米じゃんみたいなこと言われることもありましたけど、まあ全然気にせず、僕が、YouTube とか、もともとはミラティブで配信してたんですけど、今もう完全に YouTube に移行してまして、まあそういう、まあ、PUBG の魅力ってもう一戦一戦違うドラマがあったりとか、いろんな楽しみ方ができるじゃないですか、ルームだったり、まあ、クラシックの中でも、まあ僕も動画にアップしてるんですけど、4人で船を山に車で押して運んでみようみたいな、そういう面白いものを伝えていけばいいなっていうふうに始めたので、まああんまりその、周りの声は気にせず、すごい、僕自身がやっぱ楽しまないと、見てる人も楽しくないと思うので。来たー、行くぜー。やっぱり PUBG が僕自身すごい好きで、まあちょっと昨今チーターの問題ありますけど、まあそれもネタにしちゃおうぐらいの感じで楽しんでるんですけど、やっぱこんだけ素晴らしいゲームなので、まあ僕がなんかの方法でこういろんな人に少しでも魅力が伝わっていけばなっていうことと、実は私 PUBG 始めて、FPS このジャンルのゲームって PUBG が初めてなんですよ。で最初はすごいもうほんとぼっといかっていう感じだったんですけど、YouTube でいろいろ検索しててまずミシェルさんを知って、でその後まあ JST の皆さんを知って、そこからこういろいろ練習してって、まあ、そこそこ上手くなったらより楽しくなってきて、でまあ、活動内容、今後の展望としましては、リビックっていう、その時間の短いマップができたので、こう毎日2000ぐらい、30分こうルームとかやって、より多くの視聴者さんに楽しんでもらえたりとかっていうのを考えたりですとか、もしパロットさん、まあ、今回ご縁あって合格することができれば、まあ、いろんな、イベントの形とかに参加させてもらえたらすごい嬉しいなっていうことで、まあもう、みんなで盛り上がるのがとにかく好きなんです。おめえ、人の車、盗むんじゃねえよ。ダメになっちまったじゃねえか。あ、もうミシェルさんと、まあ、憧れっていうか好きっていうのもあるんですけど、ミシェルさんと、レイジーさんですね。はい。両極端なんですよね、プレースタイルが。ミシェルさんは SR がやっぱ得意で、もうレイシーさんはトツトツトツってもうザ・ダブルバレルみたいな感じなんで、まあその両方、お二方が大好きですね、特に。はい。他にもたくさん応援してるストリーマーさん、YouTuber さんいっぱいいますけど、特にそのお二人は大好きですね。あー、はーい、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。いろんな方々が集まってましたね。そうですね、めちゃくちゃいろんな方が、多種多様な、多種多様でしたね。プレイスタイルもそうだし、そうですね、まあ、唯一して共通するところは人間だったということですかね。唯一して、じゃあもう本当に世代的にも幅広い方々が集まってたって感じですかね。めちゃくちゃ幅広かったですね。そうなんですね。だから学生の方とか、あと一番上40代の方とかいたんで、すごいですね。もうなんかいろんな年齢層の方もそうだし、そうですね、なんかやっぱコスプレイヤーとしては衣装がすごい、衣装というか、いやもう装備とかがめちゃくちゃ可愛くて、湧いてました、今。はい。みんな、湧いてた。強い人はやっぱり、カキもそう。YouTube さんやられますもんね、PUBG ね。そうなんです。V 中、ちょっと我々、心の中で思ってたのが、はい、衣装かわいいな、かわいいなって言ってる、女の子たちの中で、ユンチームが、いや、課金してんな、つって。目の付けどころ。そう。当たらんから、全然当たらない。当たらないですけどね。ユンチームも結構やり込んでる、ね。そう。知らん人とボイスチャットするのがすごい。すごいですね。4人でやったり。だから、1人やったら1人に責任があって、ちょっと、あ、ソロだとね、4人やったら、誰か1人死んでもまあいいかなみたいな、思ってもらえるかな。復活もさせてもらいますからね。結構やってますね。はいはいはい。すごい。こんな多種多様で魅力的な方々から、はい、パロットメンバーを決められたわけですね。本当でございます。そうでございます。決めちゃったんですね。はい、いや、やっぱりですね、結構思い切って今回、はい、一般公募ということだったので、はい、本当に思い切って、
応募してみましたみたいな方とか、はい、そのミシェルさんという方もですね、はい、世界大会に出場したきっかけがたまたまメンバーが一人いなくなって、はい、募集してますみたいなタイミングでその思い切って DM を送ったらあなたにお願いしますって決まって、鳥肌立っちゃった。そういう方だったので、はい、やっぱりこの DM から一通で人生変わるかもしれませんっていうことはもう本当にミシェルさんもねおっしゃっていただいてて、なのでわれわれもだからそういう意味で、はい、ドキドキですね、ドキドキでしたね、皆さんも。そうです、めちゃめちゃドキドキドキで。いやー、はい、じゃあドキドキしますけど決めちゃいました。それでは、はい、発表をお願いします。よろしいですか。はい、はい、今回の、パロットメンバーオーディション見事合格したのが2名おいらっしゃいます。絞りましたね。2名いらっしゃいます。はい、その方は、ファロさん、そしてトッシーさんの2名、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、この2名の方が、パロットのメンバーとして、ぜひ、ご一緒になって、活躍していきたいなと思っておるわけです。いやー、私も活動できるのが楽しみですが、はい、決め手は、何でしょうか。はい、そうですね、まあ、総合的にはなるんですけども、はい、やっぱその人のキャラクターと、はい、あとはそういう一緒に楽しんで、頑張っていきたいみたいな気持ちがですねかなり伝わってきたのがやっぱりこの2名の方だったなということと、はい、あとやはりミシェルさんが言っていただきましたようにそのパロットというチームにも合ってるかどうかっていうのが大前提になってくるので、はい、もちろん選ばれなかった方もねいらっしゃったんですけども、はい、そういう方が悪いとかダメだったというわけではなく今回我々目線から総合的に選ばせていただいたという形になっておりますので、はい、もう本当に皆さん素敵でしたもんね。いや、そうなんですよ。だからもう何回も言いますけどみんな入っちゃいなよって言ったんですよ。本当、ね、何回も言いますけどね、気持ち的にはね、うん、いや、このお二人にはもうね、はい、選ばれたこのお二人には、はい、今後パロットメンバーとしてぜひ活躍していただきたいです。行きましょう。そして、はい、今月30日、はい、8月30日にパロット TV の生放送番組が、はい、大丈夫、生放送、はい、生放送すごいですね、はい、もう早速そちらに生放送でこのお二方にも出演していただきます。お願いします。お願いします。いきなり生放送どぎついっすね。いや、すごいですね。いきなり生ですから、お二人の立場に立ったらもう本当に、はい、また鳥肌が止まらないんですけど。そうですね、吐きかねんですけどね。いや、すごいですね、はい、とんでもねえチームです。よろしくお願いします。え、これもしかして、はい、今初めて生放送出演って知らされましたお二人って。あ、いや、多分ね、え、どうなんでしょう。言ってる、あ、言ってる、あ、言ってる言ってる言ってるって。あ、そうなんだ、はい、そう、多分応募のフォームでは生放送でいけますよっていうことは知らされてます。よかった、はい、ただ忘れてるかもしれません。あ、でも本当に、はい、ただこの合格を知ったのは今この瞬間です。あ、そっか、はい、すごい。合格を知ったのは僕が名前を言った瞬間に俺かーってなってるっていう。そう、心です。そうですよね、あ、はい、合格発表が今ですもんね。そうです。いやー、え、それすごいな。生放送でお願いします。すごいですよ、あなたたちが生放送です。あなたたちが生放送です。あなたたちが生放送です。すごいね、生放送に出ていただきます。いや、パロさんとトッシーさん、ぜひとも皆さん応援していただきたい。とんでもないチームですね。とんでもないチームでしょ。はい、やばいこと考えるでしょ。いやー、はい、ありがとうございます。もう楽しいです。楽しい、こういうの大好きです。そして合格のお二人には特典として、はい、オリジナルオープニングのプレゼントアンド、うん、パロットアンバサダーを務めていただいてる、はい、スウィッシュさんによる声入れをプレゼントいたします。すごいですね、これは。すごくないですか。はい、スウィッシュさんですよ。スウィッシュさんにもの、あなたたちの YouTube で使えるような声入れをしていただけるということで、今回選ばれた方々なので、はい、我々ないです。え、あ、私たちはない。我々ないです。今回選ばれた方々だけなので私たちはないです。我々ないです。もう本当にお二人だけの特典ということで、はい、本当に二人だけの特典です。スウィッシュさんね、もう本当に個人的に大好きなね、アーティストさんでいらっしゃいますけども、はい、はい、もうある曲を聴くと私はもう曲聴くだけで泣くぐらい好きなアーティストさんでございます。素晴らしいアーティストなんで、いやー、羨ましい。そして30日の生放送では、はい、ミシェルさんと、はい、平田和真支配人、はい、スウィッシュの皆さんにも出演していただきます。出ていただきます。ありがとうございます。
やばい、我々も会えるってことじゃないですかね。いやーすごーい、はい、そうですね、どんな感じになるかわかんないですけど、多分オンラインで出ていただくことになると思うんですけど。そうですよね、はい、多分オンラインで出ていただく。本当に本当に楽しみでございます、はい、こんな豪華な内容になっておりますので、ぜひそちらも皆さんご覧くださいませ、はい、ぜひぜひ。でね、これからもね、パロットを我々もねご一緒に応援していただけると非常にありがたいな。そうですね、パロットと並びに、はい、参加してくださった皆様、はい、皆様今日の、ご参加いただいている皆様と、はい、あと合格されたお二方、そうですね、まとめて応援していただけると嬉しく存じます、はい、お得です。お得何がまとめ運転セット売りの方が安売りやね、はい、何かあるよね、特典きっとね、何かセットありますよね、はい、ということで第1回パロット TV でしたが、はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。出演者の皆さんもありがとうございます。騒がしかったですね。騒がしかったねユンチムどうだった？でもなんか緩い感じがいいよね。緩いっす。緩いです。あ、これはな、緩くしもしてくれるのがいいらしいですよ、うちの代表が。ねえ、なんかアットホームな感じで落ち着く、はい、落ち着く、ね、そう、新しいね、はい、もうちょっと家族みたいな感じですよね、みんなね、うん、ファミリーだね。確かにそうですね。パラさんとトシーさんにも会いたいな。会いたい、いいね、早く会いたいです。そば、ね、で見させてほしい。内緒にね、スクワット組んだりとかしてね、もしかしたらパロットね、なんかパロットね、なんかチームやってるならね、大会とか出ちゃえばいいんじゃないですか。えパロットで、えもしかしたら遠くのもんが見えへんのにちっちゃいのが あんな細かい動きできへんし、この動画なの。だってだいぶちっちゃくない？確かに確かにね、めっちゃちっちゃいですね。ここでやってると小さいですよね。テレビ画面モニターが大きければもうちょっとあれですけども、こんなになりますもん。そうそう、こんなになっちゃう。あれみたいな流れてる。あり次回第2回は8月30日の生放送でございます、はい、皆さんまたお会いいたしましょう。よろしくお願いします。それまでじゃあバイバイ、バイバイ、また見てねー。